次ましての第3試合ですが、佐藤選手の対戦である佐々木選手の体調不良によるドクターストップのため、この試合は中止となりました。楽しみにされていた皆様、どうぞご了承ください。それでは佐々木選手の対戦相手でありました佐藤由紀選手より皆様に一言をご挨拶させていただきます。全入り切りです。佐藤由紀です。本日は天候の悪い中足場をお越しいただいて本当にありがとうございます。残念ながら自分と佐々木選手として亡くなってしまったんですけど、佐々木選手の計量はクリアしてくれて、あの辛い思いをやりきったことに関しては自分は本当に拍手でしたね。あとは本当しょうがないことだと思うんで、それですけど、今回応援してくれる人がいるから、その分追い込み練習も超頑張って仕上げてきたんですけど、5月にまたあると思うんで、今回の分も5月にお聞きしつけたいと思うんで、ぜひ応援よろしくお願いします。お聞きいただきました通り、第3試合は試合中止、佐藤由紀が不戦勝という形になりました。どうぞ次戦以降も佐藤由紀選手の活躍楽しみにお待ちいただきたいと思います。